こんにちは。マネーの研究室の立花良馬です。今回は SBI 証券の積立 NISA 講座でお得に投資信託を買う方法はと疑問を持つ方向けに SBI 証券で積立 NISA を行うメリットや注意点を復習しつつ具体的な投資信託の買い方や積立方法を実際の画面を使いながら詳しく解説していきます SBI 証券でお得に投資信託を購入する方法を知りたい方また SBI 証券で投資信託の買い方がよくわからない方はぜひご覧ください SBI 証券はお得なクレカ積み立てやポイント還元サービスで積み立て n i など投資信託の積み立てに人気のネット証券の一つです。このため最近インスタやツイッターなどで SBI 証券の積み立て n i s 講座のメリットを生かし切る投資信託のお得な買い方はありますかスマホアプリからも投資信託は買えますか ?SBI 証券での投資信託の積み立てや購入で注意点やデメリットはありますかなどの質問をいただくようになりました。そこでこの動画ではこれらの疑問点に答えるために SBI 証券で投資信託の の積み立てや購入積み立てに良さを行うメリットの復習また SBI 証券の積み立てに良さで投資積み立てを行う上での注意点さらに SBI 証券のメリットを最大限に活かしてお得に投資信託の購入積み立てを行う方法そしてパソコンだけでなくスマホアプリを利用した投資信託の購入方法を実際の画面を使って詳しく解説していきますそれでは動画の本編に入っていきます それでは、はじめに SBI 証券の積み立て n i のメリットを最大限生かして、投資信託の購入を行うために、SBI 証券で積み立て n i を利用するメリットについて、詳しく解説していきます。SBI 証券で積み立て n i 投資の積み立てを行うメリットは、主に以下の5点があります。三井住友カード決済の投資信託の積み立てで、最大5%の V ポイント還元が受けられる。投資信託の保有中、毎月ポイントがもらえる。クレカ積立や投信保有で貯まるポイントの使い道が 豊富。貯めたポイントで投資信託が購入できる。手数料が安い投資信託が充実している。の5点です。クレカ積み立てやポイントプログラムのお得度。さらに、手数料の安い投資信託の豊富さで、他のネット証券よりもお得に NISA 座での投資に積み立てが行えます。それでは、これらのメリットについて、一つずつ解説していきます。はじめに、一つ目のメリット。三井住友カードのクレジット決済による投資信託の積み立てについて解説していきます。 SBI 証券、三井住友カードの投資積立は SBI 証券の毎月自動積立の決済時に三井住友カードが利用できる積立サービスです。SBI 証券にお金を入金する手間が省ける上、三井住友カードの V ポイント還元が受けられる点が特徴です。この最大5%の V ポイント還元についてもう少し詳しく解説すると SBI 証券のクレカ積立では投資積立の決済に利用する三井住友カードの検種によって V ポイントの還元率が変わります。三井住友 もカード、ナンバーレスなどの通常カードであれば0.5%還元。また、三井住友カード、ゴールド、ナンバーレスなどのゴールドステータスのカードで1%還元。そして、三井住友カード、プラチナプリファードの利用で5%還元が受けられます。三井住友カード、ナンバーレスなどの通常カードであれば年間3000円分のポイント。 また、三井住友カードゴールド、ナンバーレスなどのゴールドカードで年間6000ポイントがもらえますが、三井住友カードプラチナプリファードの場合、なんと年間3万円分のポイントがもらえます。投資において、 確実なプラスリターンを生み出すことは不可能なので最大5%分のポイントはかなり大きなメリットと言えます。SBI 証券のクレカ積み立ての還元率やメリット、デメリット、またおすすめカードや設定方法などについて詳しく知りたい方は動画概要欄にある別動画をご参考ください。また2023年から始まったお得なサービス、オリーブと連携することでさらにお得にクレカ積み立てができるようになっています。初めての方向けにこのオリーブについて簡単に紹介しておくと、オリーブは密 三井住友カードや三井住友銀行など三井住友系サービスをまとめてお得に管理できるサービスです。利便性はもちろんですが、次に解説するようにお得なメリットが多いため三井住友カードのユーザーの方はもちろん SBI 証券ユーザーの方にも人気のサービスとなっています。オリーブの主なメリットは以下の4つが挙げられます。対象のコンビニや飲食店で最大15%のポイント還元が受けられる。定額自動送金など三井住友銀行の各種サービスが無料で受けられます。 オリーブアカウントの選べる特典でポイント付与やポイント還元率アップなどが受けられる SBI 証券との連携でお得で便利などの4点です実は私自身三井住友銀行の口座を持っていませんでしたが三井住友カードや SBI 証券のお得度、利便性がアップするため、早速、オリーブアカウントの開設や設定を行いました。ちなみに、SBI 証券ユーザーがオリーブアカウントを開設、連携する場合の具体的なメリットは、こちらの3つになります。毎月1回、投資信託や米国株を購入することで、コンビニや飲食店などの加盟店で、ポイント還元率が最大1%アップ。オリーブ、フレキシブルペイで、クレカ積み立てが可能。SBI 証券の取引残高、損益状況も確認できる。利便性は もちろんのこと普段の生活で利用するお買い物などがお得になるので SBI 証券ユーザーの方特にクレカ積立を行う方におすすめのサービスですちなみに加盟店での支払いは SBI 証券での取引に加えて他の条件を満たせば最大15%まで還元率がアップしますここで挙げた各メリットの詳しい解説やオリーブフレキシブルペイの特徴やメリット注意点などの詳細は別の動画で詳しく解説しています概要欄にその動画のリンクを掲載しておきましたので 気になる方はぜひご覧ください。次に SBI 証券の NISA 講座で投資積み立てを行う2つ目のメリット、投資マイレージについて解説していきます。SBI 証券では1つ目のメリットで解説したクレカ積み立てによるポイント還元の他に保有している投資信託の金額に応じて毎月ポイントがもらえる投資マイレージというサービスがあります。投資信託の他にも株取引や金や銀などの貴金属の取引などでもポイント還元が受けられます。また、このポイントサービスでは受け取るポイント D ポイントポポポンタポインンイイイト、ポイント、ポイント D V の4種類から選べるので生活スタイルに合った好きなポイントを貯めることができます。 次に、投資マイレージのポイント還元率を詳しく見ていきます。投資マイレージでのポイント還元率は、保有する銘柄によって変わります。通常銘柄であれば、最大0.2%。SBI プレミアムチョイス銘柄であれば、最大0.25%の還元が受けられます。他のネット証券の同様のサービスでは、ポイント還元の対象外になることが多い EMAXIS SLIM や SBI、V シリーズなどの超低コストインデックスファンドでも、ポイント還元が受けられます。 具体的なポイントの設定、登録方法は動画概要欄にある別動画をご参考ください。SBI 証券の口座解説後にやるべき5つの設定という内容の動画なので、これから SBI 証券の口座解説を行う方や、他のやるべき設定を抑えておきたい方は、ぜひご覧ください。次に3つ目のメリット、クレカ積立や、投資マイレージで貯まるポイントの使い道が豊富な点について解説していきます。V ポイントは、三井住友カードの支払いに使えるほか、SBI 証券や、投資信託の購入に1ポイント1 支援ととして利用ででききたりマイイイージや楽天ポポンントトなど他社の連携交換ます私の場合、カードの支払いに V ポイントを使うことが多いですが、生活スタイルに合わせて様々な活用ができます。また、クレカ積み立てで貯まるポイントは V ポイントのみですが、2番目のメリットのところで解説した投資マイレージは D ポイントや T ポイント、ポンタポイントなど、使い道が豊富な共通ポイントから貯めるポイントを選ぶことができるので、ポイントの使い道に困ることはないでしょう。次に、4つ目のメリット、ポイントで投資し 投資信託の購入ができる点について解説していきます。SBI 証券では普段の生活や投資マイレージで貯めた T ポイントやポンタポイントを使って投資信託の購入が行えます。100円以上、1円単位で投資信託の購入に使えて現金との併用も可能です。3番目のメリットでも解説したようにポイントにはたくさんの使い道がありますが投資信託の購入に当てて資産を増やしていくのもいいですね。ただし、このポイント投資ができるポイントは T ポイントとポンタポイント、また SBI 証券の 取引や各種キャンンンペーンででままる sbi 証券限定ティーポイントだけなのでそのそ点は頭に入れておきましょう最後に5つ目のメリット。手数料が安い投資信託が充実している点について解説していきます。SBI 証券のクレカ積立は SBI 証券が取り扱っている2000本以上の全ての投資信託が対応しています。そのためこちらの表にあるような超低コストインデックスファンドの積立にも利用できます。 特に SBIV シリーズのファンドは楽天証券で取り扱っていないので SBI 証券に大きなメリットがあります SBI 証券の積立 NISA で人気の投資ランキングやランキング上位銘柄の特徴やメリットは別の動画で詳しく解説しています動画の概要欄にリンクを掲載しておきましたので SBI 証券の積立 NISA でどんな銘柄を購入積立すればいいか迷っている方はぜひご参考ください 次に SBI 証券の積立て NISA 講座で投資信託を買うベストな方法と購入、積立する際の注意点について詳しく解説していきます。失敗せずにお得に投資信託を購入する上で重要になるのでしっかり覚えておきましょう。それでは初めに投資信託を購入する際の2種類の買い方について解説していきます。まず1つ目の購入方法が毎月自動積立です。毎月自動積立とは定期的に一定の金額を積み立てる投資信託の購入方法でこれから解説するような メリットがありますまず一つ目が投資タイミングの分散ができる点です。資金を分散して投資できるため、金融市場の変動に左右されず、定期的に投資信託の購入が行えます。また二つ目のメリットが投資の継続性が高まる点です。毎月自動積み立てでは投資を始める時に一度設定を済ませてしまえば、毎月の購入手続きが自動で行われるので、投資の手間を省き、購入し忘れなどのミスを防ぐこともできます。そして三つ目のメリットがドルコスト平均法に基づく投資ができる点です。 ドルコスト平均法とは毎月一定額ずつ投資信託などの金融商品を買い付けし金融資産の購入価格を平均化する購入方法ですこちらの図のように株式市場などの変動に関係なく毎月定額で買い付けを行うため相場の下落時は多く購入でき逆に上昇時は少額の購入でするというメリットがありますこのように積立投資には多くのメリットがありますがこの他にも今回解説する sbi 証券での積立であればクレカ積立を行うことでポイントをもらいながら積立 立て投資できる点もメリットの一つと言えますただし以下のような注意点デメリットもあるので頭に入れておきましょう一つ目が一度に大きな金額で投資できない点です積み立て投資では毎月一定金額を投資するため一度に大きな金額を一括して投資することはできませんそのためすでに大きな投資用の資金がある方はその資金を投資に回さず眠らせておく必要が出てきます次に二つ目の注意点が市場の上昇トレンドや急騰銘柄に対して適用力が低い点ですただし投資タイミングを見 極めるるのののははプロででもも難ししくく短期期的ななな投投資資視点点ににじっりり腰をを据えて長行う方あまま関係がい注意かれせんこのように、積み立て投資には、いくつかの注意点もありますが、投資の手間を省いて、投資の王道である分散投資ができるので、投資初心者の方はもちろん、ビジネスや家事、趣味などで、投資にかける時間を抑えたい方にも、ぴったりの投資法と言えます。それでは、次に、二つ目の投資信託の購入方法、一括購入、スポット購入について解説していきます。スポット は自分が選んだタイミングで自由に投資信託の買い付けを行う方法で、以下のようなメリットがあります。投資タイミングの自由度が高く、一度に大きな金額で投資できる。短期的な値動きに対して利益を得るチャンスがある。一方で以下のような注意点、デメリットもあります。投資タイミングを絞った一括投資の場合、市場の変動に左右されるリスクが高まる。また毎月自動積立と違い、自分で毎回投資信託の購入を行う必要があるため継続性が低くなり、投資を怠る可能性が高まるなどです。 そして、この購入方法は、積み立て NISA では使えないので、投資初心者の方や、家族や仕事で忙しく、投資にかける時間を減らしたい方には向かない投資手法といえます。もちろん、投資信託の大部分を積み立てで購入し、一部の資金でスポット購入を行うのも選択肢の一つです。このように、毎月自動積み立てとスポット購入には、それぞれにメリット、デメリットがありますが、どちらがおすすめかは、個人の投資スタイルや目標によって異なります。例えば、投資目標が長期的な資産形成の方、また、リスク分 を重視すする方は毎月自動積立が適しています一方で、短期的な市場の値動きに積極的に対応したい場合や、一度に大きな金額で投資したい場合は、スポット購入、一括投資が向いているかもしれません。ただし、この動画は、積み立て NISA 講座の買い方の説明動画なので、動画の後半、積み立て NISA 講座での投資信託の買い方のパートでは、長期の資産形成を目的とした、毎月自動積み立て、特に SBI 証券、クレカ積み立てについて解説していきます。次に、SBI 証券で、 フレカ積み立てや、投資積み立てを行う際の注意点について解説していきます。他のネット証券と同じような注意点が多いですが、三井住友カードを利用して投資積み立てを行う場合、主に5つの注意点があります。 一つ目が、クレカ積み立てに利用する三井住友カードの検診、種類によってポイント還元率が変わる点です。メリットのところでも解説したように、SBI 証券のクレカ積み立てでは最大5%の還元を受けることができますが、通常カードの場合0.5%、またゴールドカードの場合1%の還元率になるので、クレカ積み立てに利用する三井住友カードは慎重に選びましょう。SBI 証券のクレカ積み立てでおすすめの三井住友カードやシミュレーションなどを交えた詳しい 比較さらにお得に始める方法などは別動画で詳しく解説しています概要欄にその動画のリンクを掲載しておきましたので気になる方はぜひご覧ください2つ目の注意点はクレジット決済は積立買い付けにしか使えない点です投資信託の一括購入スポット購入には使えない点に注意しましょう3つ目の注意点はクレジット決済できる積立金額が月5万円までである点です 月に5万円以上積み立てしたい人は、証券口座引き落としなどの積み立ても併用しましょう。ただ、12ヶ月分で、年間60万円分まで積み立てできるので、プレカ積み立てだけでも、不可税枠の年間40万円の積み立て NISA には十分な金額です。4つ目の注意点が、積み立てスケジュールです。カード決済や積み立ては、こちらのような流れになっているので、日程を確認しておきましょう。まず、初回の積み立て申し込みは、積み立て月の毎月10日となっています。 10日までに積み立て申し込みを行うと、カード決済が14日頃に行われます。三井住友カードの専用アプリ VPAS s などを利用されている方は、利用速報、明細などを確認しておきましょう。カード決済が無事行われると、翌月1日に投資信託の積み立て買い付けが行われます。ここまでのステップが完了すると、最後にカードの生産、引き落としが行われます。カードの引き落とし日は、カード発行時に選んだ10日、または26日になります。 ちなみに、私の場合、他のクレジットカードの支払い日に合わせて、三井住友カードの引き落とし日を月末の26日に設定しています。五つ目の注意点は、三井住友カードのカード名義と SBI 証券の口座名義が一致する必要がある点です。当然といえば当然ですが、家族カードでの積立や、お子様名義のジュニア NISA 口座では、売れ価積立ができない点に注意しましょう。 次に、カードを選ぶ上での2つ目の注意点。継続特典の条件である年間利用額に SBI 証券での三井住友カード決済による積立金額は含めることができない点について解説していきます。三井住友カードプラチナプリファードではメリットのところで解説したように毎年カード利用金額100万円ごとに1万ポイント、最大で4万ポイントがもらえます。ただし、このカード利用金額に SBI 証券クレカ積立の決済金額は換算できないので、この点は頭に入れておきましょう。 ちなみに、この注意点は、三井住友カードゴールド、ナンバーレスなど、継続得点がある他の三井住友カードにも共通のものなので、三井住友カードプラチナプリファードのみのデメリットというわけではありません。じゃあ、どうやって継続得点の条件をクリアすればいいの年間100万円もカード利用しないと疑問に思う方も多いかもしれません。そこで、私が継続得点の条件を達成するために行っている方法を紹介していきます。私が三井住友カードの継続得点をクリアするためによく よく利用するサービスは LINE Pay を利用した税金、公共料金の支払いです。三井住友カードは LINE Pay に登録することでチャージペイという機能で街のスマホ決済での買い物や公共料金、税金などの請求書払いに利用できます。この LINE Pay の支払い分は三井住友カードプラチナプリファードであれば1%のポイント還元、その他のビザブランドの三井住友カードであれば0.5%のポイント還元が受けられます。また三井住友カードと LINE Pay が連携 でできるようにににななったた際に直接電話もも確認しましままが継続特典ののお買い物金額の対象にもなりますそのため、高額になりがちな税金や公共料金などの支払いを、LINEPay を経由して行うことで、年会費、永年無料や年間ボーナスポイントの条件達成を近づけることができます。もちろん、家賃の支払いや、その他、サブスクリプションの支払いなどで、継続特典をもらえる方は、無理に LINEPay と連携しなくても大丈夫ですが、LINEPay との連携は、お得な支払いで、継続特典の条件 条件達成に近づけるので私自身は重宝していますちなみに、LINEPay にクレジットカードを連携させる方法はこちらのようになります。はじめに LINEPay を開いたら画面下部へスクロール。画面下部へスクロールすると、こちらのような画面になるので、ここでクレジットカードの登録をタップ。クレジットカードの登録をタップすると、右の図のような画面が表示されるので、画面下部のカード登録をタップします。ちなみに、私の場合、すでにビザ LINEPay カードと三井住友カード、ゴールドナンバーレスを登録しているので、このような画面になっています。 なっています SBI 証券のメリットのパートでも解説したようにお得で便利なクレジットカードでの積み立てですがこれらの注意点を頭に入れて設定を行いましょう。 それでは、ここから SBI 証券でクレカ積み立てを行う方法、始め方を解説していきます。SBI 証券、クレカ積み立てのやり方を解説する前に、クレカ積み立てに必要なものをまとめておきますので、持っていない方は準備しましょう。まず一つ目は、SBI 証券の口座です。動画の概要欄のリンクからも無料で口座解説できるので、まだの方は準備しましょう。二つ目が、三井住友カードです。動画前半のエリットの部分で解説したように、SBI 証券のクレカ積み立てでは、高島やカードなども利用できますが、メジャーなクレ クレジットカードで還元率が高くなるのは三井住友カードだけです今なら新規発行キャンペーンで高額ポイントがもらえます 動画の概要欄からキャンペーンに参加できるので、まだお持ちでない方は、この機会に発行しておきましょう。それでは、次に、どのカードが SBI 証券のクレカ積み立てにおすすめか、シミュレーションを交えつつ、詳しく解説していきます。まず、年会費を気にせずに SBI 証券でクレカ積み立てを行いたい方は、三井住友カード、ナンバーレスなどの、年会費が発生しない一般カードを利用するのがいいでしょう。ただし、SBI 証券で一般カードを利用して、クレカ積み立てを行う場合の還元率は、0.5%になります。 こちらの表は年会費無料のクレジットカードを利用した場合の各ネット証券のポイント還元率を比較したものです。年会費無料のクレジットカードを使いたい場合は au 株コム証券で aupay カードを使って投資積立を行う方がポイント還元率が高くなります。au 株コム証券のクレカ積立や積立ニ NISA 講座で投資積立を行うメリットは別の動画で詳しく解説しています。概要欄にその動画のリンクを掲載しておきましたので気になる方はぜひご覧ください。このように sbi 証券の クレカ積み立てで年会費無料のクレジットカードを使うことはそこまで大きなメリットはありませんそのため還元率やその他の特典でお得なゴールドまたはプラチナカードを利用するのがおすすめですそこで次から三井住友カードナンバーレスとプラチナプリファードのお得度や年会費をカードの利用額に応じたシミュレーションを交えて詳しく比較解説していきますそれでは三井住友カードナンバーレスと三井住友カードプラチナプリファードを比較していきます通常三井住友カードプラチナプリファード の入会1年目は最大4万ポイントなどの豪華なキャンペーンでお得になるので今回はキャンペーン特典を含まない2年目以降の獲得ポイントや年会費を比較していきます現在開催中の三井住友カードプラチナプリファードやゴールドナンバーレスの新規入会キャンペーンの特典や条件は本動画の概要欄に掲載していますので気になる方は最新の特典を確認しておきましょうそれでは2つのカードの比較を行っていきますまず1つ目の比較ポイントは国際ブランドです三井住友カード ゴールド、ナンバーレスは、ビザ、マスターカードの2つの国際ブランドから選べますが、三井住友カード、プラチナプリファードは、ビザのみとなっています。そのため、国際ブランドをマスターカードにしたい方は、ゴールド、ナンバーレス一択になります。ちなみに、私の場合、SBI 証券、クレカ積立や、その他のショッピング用にビザ、aupay へのチャージ用にマスターカードを使い分けしています。aupay は、楽天キャッシュ決済、積立を行う方法として重宝しています。楽天キャッシュのお得な活用方法は、動画概要欄に 掲載した別動画をご参考ください二つ目の比較ポイントはカードの年会費です。ゴールド、ナンバーレスは一度でも年間100万円以上を利用すれば永年無料になりますが、プラチナプリファードは常に税込3万3000円がかかります。その分、クレカ積み立ての還元率が5倍の5%になったり、通常ポイントの還元率が2倍の1%、さらに継続ボーナスで最大4万ポイントがもらえるなど、かなり豪華なメリットがあります。そのため、どちらのカードがいいかを選ぶには、年間 ののカカーーードドド利用額ををを考慮してて年会費を含めても三井住友ププラチチナプリファードの方ががお得かをチェックすすることが重要ですそれでは次に具体的な数字を交えてどちらのポイント還元の方がお得かお買い物金額ごとに比較していきます。こちらの表は三井住友カードゴールドナンバーレスのお買い物などで付与される通常ポイントとクレカ積立や継続ボーナスでもらえるポイントをカード利用金額ごとに合計したポイントを表したものです。クレカ積立は毎月5万円を積み立てした場合の 年間獲得ポイント、継続ボーナスは年間100万円の利用を達成した時の1万ポイントとして計算しています。カード利用額は三井住友カードの利用額の算出と同様に SBI 証券のクレカ積立の積立金額は含んでいません。また、特約店での還元は含んでいません。三井住友カードゴールドナンバーレスの場合、カード利用額が100万円の時が最も還元率が高く。 それ以上利用する場合は通常ポイントの還元ポイント分のみ合計ポイントが上乗せされていきます。このことを踏まえて次に三井住友カードプラチナプリファードの合計還元ポイント数を見ていきます。こちらが三井住友カードプラチナプリファードのカード利用金額ごとのポイント数の内訳です。条件はゴールドナンバーレスの時と同じでカード利用額ごとの通常ポイント、毎月5万円積み立てした時の年間獲得ポイント、継続ボーナスを表示しており特約点による還元は含んでいません。ただし 一番右の合計ポイント数はカード年会費税込33,000円を差し引いた実質のポイント合計としています三井住友カードゴールドナンバーレスと比較すると通常ポイントの還元率が高い点また年間の利用額が100万円増えるごとに獲得ポイントが1万ポイント加算される点がポイントです次にこれらの点を踏まえて三井住友カードゴールドナンバーレスとプラチナプリファードの合計ポイント数を直接比較してカード利用額ごとにどちらのカードがお得か見極めて いきますこちらの表がカード利用額ごとの合計ポイント数を比較したものです一つ前の表と同じように三井住友カードプラチナプリファードの合計ポイント数は年会費を差し引いた実質の合計ポイント数となっていますこの表からわかるように利用額が100万円ほどの場合はゴールドナンバーレスの獲得ポイントが多いですが200万円を超えると年会費を差し引いてもプラチナプリファードの方が獲得ポイントが多くお得になっていきますグラフに表すとこちらのようになっておりカード利用額180 万円を超えええたりりかから利用金額ががが増増ればるるほど三井住友カーードドププラチナプリファードの方がお得になることがわかりますちなみに、カード利用額が100万円から200万円の部分を拡大して表に表してみると、こちらのようになっており、カード利用額が180万円未満の場合、ゴールドナンバーレスがお得。逆に、180万円以上の場合、プラチナプリファードがお得。ということがわかります。また、この表には、特約点のポイント還元は含まれないので、カード利用が180万円より低い 金額であっても特約店の店舗数が多く還元率が高い三井住友カードプラチナプリファードの方がお得になる場合もありますので別の動画で解説している三井住友カードプラチナプリファードの特約店をチェックしておきましょう概要欄にその動画のリンクを掲載しておきましたので気になる方はぜひご覧くださいここまで解説してきたように sbi 証券プレカ積立のおすすめカードは買い物のスタイルなどによって大きく変わります無難なのは年会費がかからない三井住友カードナンバーレスですが l i n ペイ 経由での公共料金払いなどを含めて年間の利用額が100万円以上になる方はゴールドやプラチナプリファードの活用も検討しましょう三井住友カードやオリーブフレキシブルペイでどのカードが良いか詳しい比較解説は別の動画で解説しています概要欄にその動画のリンクを掲載しておきましたので気になる方はぜひご覧くださいちなみにすでに三井住友カードをお持ちの方で三井住友カードの専用サイトから sbi 証券の口座開設を行う場合以下の2点に注意しましょう等信マイレージという s SBI 証券のポイントプログラムで、更新保有額に応じて、毎月もらえるポイントが V ポイントのみになってしまう。ポンタポイントや T ポイント、D ポイントなどが貯められない。の2点です。そのため、ポイントプログラムで V ポイント以外の共通ポイントを貯めたい方は、三井住友カード経由の口座解説は避けましょう。ちなみに、私の場合、SBI 証券の口座解説後に、三井住友カードの発行を行い、クレカ積立を始めました。SBI 証券クレカ積立に必要なものが分かったところで、次に始め方について解説していきます。 SBI 証券でクレカ積み立てを始める手順は、はじめに、クレジット決済で積み立てする投資信託を選ぶ、クレジットカード登録の登録、積み立て設定を行う、そして最後に積み立てスケジュールを確認するの流れになっています。一度設定してしまえば、あとは自動で毎月積み立てができるので、時間がある時に設定してしまいましょう。それでは、各ステップの詳しい手順を解説していきます。はじめに、自分が積み立てしたい投資信託、銘柄を選び、その銘柄の積み立て NISA 買い付けというボタンをクリックします。今回は SBI 証券の積立 NISA ランキングで上位の EMAXI SLIM 全世界株式オールカントリーの場合を例に買い方を解説していきます。積立する投資信託の選び方や SBI 証券の積立 NISA で人気の投資信託などの解説はこの動画の概要欄に掲載した別動画をご覧ください。一つ前の画面で積立 NISA 買い付けをクリックするとこちらのような投新積立の設定画面が表示されますので三井住友カードでのクレジット決済で投資信託の積立を行う方は画面の上の方へ移動しましょう。 画面の上の方へ移動するとこちらのような画面が現れますので画面の上の方にあるクレジットカードのタブをクリックして積立決済に利用する三井住友カードの登録を行いますここでクレジットカードのタブをクリックするとこちらのような クレジットカードの管理画面が表示されます。私の場合、すでにクレジットカードを登録しているので、排除するという表示になっていますが、登録を行っていない場合、登録するというリンクになっているので、登録するをクリックしましょう。この画面上で、登録するをクリックすると、こちらのような画面に移動しますので、利用規約に同意して、取引パスワードなどを入力して、カード会員認証という部分をクリックし、三井住友カードのページへ移動します。一つ前の画面で、カード会員認証へをクリックすると、こちらのような画面へ遷移します。 この画面が表示されたら、画面上部の VPAS s ID ログイン、または SMBC ID ログインを選んで、ID、パスワードを入力後にログインします。 私の場合、オリーブアカウントを作成した際に発行した SMBCID でログインしました。無事にログインが完了すると、こちらのような画面へ移動します。SMBCID や VPAS s ID に複数枚の三井住友カードやオリーブフレキシブルペイが登録、紐付けされている場合、どのカードを SBI 証券の投信積み立ての決済に利用するか選びましょう。デフォルトではメインカードとして登録しているカードが表示されています。カードを選んで、次へ進むをクリックすると、こちらのような画面へ移動します。この画面 では画面上部の sbi 証券の積立決済に利用する三井住友カードとサービスへの同意事項を確認しますクレジットカードとお客様登録情報の享受についてなどを確認して次へ進みますここまでの操作が終わるとこちらのような画面が表示されカードの登録が完了しますのでここから毎月の積立金額などの設定を行っていきます クレジットカードの登録が完了したら、先ほどの積立ニーサ a 買い付けの設定画面へ戻り、決済方法を現金からクレジットカードに変更します。決済方法の設定が完了したら、次に、毎月の積立金額を入力します。積立ニーサ口座で、更新積立の場合、年間の非課税枠が40万円になるため、40万円を12ヶ月で割った33,333 33円が積立額の上限となっています。積立金額を入力したら、次にニーサ枠ギリギリ注文の設定を行います。 忍者枠ギリギリ注文とは、投資信託の再投資などで、積立忍者の投資可能枠を超過する場合に、毎月の積立金額を自動的に引き下げ、非課税枠に収まるように積立してくれる設定です。積立忍者口座で、クレジットカード決済のみで積立を行う場合、超過が発生することは稀ですが、設定しておかないと、投資可能枠を超過する積立が発生した場合、積立注文の全てが無効になってしまうので、設定しておくのが無難です。忍者枠ギリギリ注文を設定しておけば、投資可能枠に収まる 積立額に調整ししてて注文してくれます最後に、積立妊娠講座で注文しない投資信託が表示されている場合、削除の欄をチェックして画面下部の次へをタップして先に進みます。そうすると、こちらのようなファンド情報の確認画面へ移動します。ここでは、目論見書と目論見書保管書面をクリックして確認し、最後に確認画面へをクリックします。確認画面をクリックするとこちらのような積立注文の確認画面が表示されます。積立ファンドや金額、積立決済の方法などを確認して内容が合っている 取引パスワードをを入力ししし設定するククリックしましょうそして、こちらのような画面が表示されれば、積立妊娠講座のプレカ積立の設定が完了です。ここで、投資積立の設定状況を知りたい場合、画面上の、現在の積立設定を確認する場合はこちらをクリックすることで、設定内容や積立スケジュールが確認できます。ちなみに、現在の積立設定を確認する場合はこちらをクリックすると、こちらのような画面に移動して、積立の申し込み内容を確認できます。また、積立設定を解除したい場合は、 このの画面上設定ボタンをクリックするとこちらのような画面が表示されますので設定の変更解除ボタンをクリックさらに表示された次の画面で削除ボックスにチェックを入れ次へをクリックするとこちらのような確認画面が出てくるので積み立て設定を行った時のように取引パスワードを入力し設定するをクリックすることで積み立て設定の解除も行えます 最後に SBI 証券のスマホアプリ、簡単積み立てアプリで投資信託の積み立てを行う方法を解説していきます。簡単積み立てアプリはスマートフォンで簡単に投資信託の積み立てや管理ができるアプリです。 積み立て NISA の設定はもちろんのこと、レカ積み立てや積み立てスタイルの診断、ファンド検索、さらにファンド情報の確認なども行えます。このアプリで積み立て NISA 講座の投新積み立てを行うには、まずアプリをインストールして開きます。そうすると初回ログインの場合、こちらのようなスマホ認証の設定画面が表示されますので、利用したい方は設定を行い先に進みます。そうするとこちらのようなアプリのホーム画面に移るので、画面右下のメニューバーをタップしましょう。そうするとこちらのような画面が表示されますので、 でグレカ積み立て用のクレジットカードを登録していない方はクレジットカード登録設定をタップしてパソコンの時の登録と同じ要領でカードの登録を行いますそしてカードの登録が完了したらメニューバーの上の方のファンドランキングやファンド検索から積み立てにいさ口座で買い付けしたい投資信託を選びますこちらの図はファンドランキングをタップした場合の画面です今回は先に解説したパソコンの時と同様に e-MAXIS SLIM 全世界株式、オールカントリーをタップした場合の積み立て方法を解説していきます。ここでファンド名をタップすると、こちらのような画面が表示されますので、画面の上の方にある、積み立て NISA 買い付けをタップします。そうすると、こちらのような画面に移動しますので、追加して、設定するをタップしましょう。先ほどの画面上で、追加して設定するボタンをタップすると、こちらのような、積み立ての詳細設定画面が表示されますので、クレカ積み立てを行う方は、決済方法で、クレジットカードの方をタップします。そして、パソコン操作の時、 と同じような要領で積立金額のの入力やギギリギリ注文の設定をを行い次へをタップしますそうすると、こちらのような画面が表示されますので、取引パスワードを入力し、確認画面へをタップします。そして、確認画面で、積立内容を確認したら、確定ボタンをタップすることで、こちらのような画面が表示され、積立て NISA 座での積立設定が完了します。積立設定の内容が知りたい場合は、画面下部の貯金箱マークをタップすることで、こちらのように、積立ファンドや金額、決済方法などが、いつで でも確認できます簡単積立てアプリは一部の機能は sbi 証券の web サイトへの移動が必要ですが積立にいさ口座での投身積立てなどの設定はアプリ内で完結するのでスマホユーザーの方におすすめですはいそれでは今日の動画のまとめに入っていきますここまでの積立設定お疲れ様でした簡単に振り返ると本動画は以下のような内容でした sbi 証券は三井住友カード決済での投資信託の積立や投身マイレージなどのポイントプログラムでお得に積立にいさ投身積立ができる ただし、クレカ積み立て特有の注意点もあるので、理解した上で活用する。投資積み立ての積み立てだけなら、SBI 証券の簡単積み立てアプリで完結する。このような内容でした。SBI 証券のクレカ積み立てのメリットやデメリットの解説。また、SBI 証券を講座解説したら、やっておくべき設定や注意点などの詳しい解説は、動画概要欄に掲載した別動画やブログ記事をご参考ください。また、わからないことがあれば、YouTube のコメント欄や Inst、Instagram、Twitter などから気軽にご質問ください。 そしてこの動画が役に立った面白かったという方は高評価チャンネル登録いただけると嬉しいです皆さんのコメントやいいねなどの応援が大変励みになっています本当にありがとうございますマネーの研究室ではお金に関するさまざまな動画を配信しています面白かった役に立ったと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします